今日から俺は YouTuber 京都サインボクシングジムの小松です。今日はですね、前の手の、連打、ダブルとか、ジャブフックとかボディアッパーとかっていうのが、僕もともとちょっと苦手やったんですけど、最近ちょっとそれが打てるようになってきたんで、その体の使い方っていうのを紹介してみたいと思います。これは結構なんか割と、ボクシングの教え方のセオリーと結構同じやと、結論的には同じになるんですけども、っていうのも、軸の話になります。で、よく、後ろの重心、前の重心とか言うんですけど、これは重心をちょっと置いておいて、軸ですね、前の方の、前半身の方にしっかり軸を作ることで、やっぱ連打っていうのがうまく打てるようになります。というのも、意識するのはここの溝落ちとここの股関節から裏ももを通って、この足の裏 かかとの方ですね、ここにしっかりと軸を作っておくっていう意識を持って、ここを見たら駒のように回して打つ、例えばジャブとか打つときとか、ボディアッパーとか打つときに、ここの軸がしっかりあることで、しっかりコマのように回って打つことができるんですけど、これ意外と軸を作って、前に重心を乗せるつもりで軸を作っているつもりでも、実は後ろの方にしっかり体重が残ってしまってて、この後ろの方に振り回されて結構大きく大振りになって、なかなか連打が打てないっていう人が結構多いんですね。僕も実はそうやって、というのは僕は癖として、体の癖で左の前足の方で結構左足に重心がちょっと残っちゃいやすいっていう癖があるんですね。だからオーソドックスの時はしっかりこの前の方に体重が乗ってたんで、ある程度、連打は遅いんですけど、この前と連打が行ったんですけど、サウスポーに変わった瞬間に、後ろの方に体重が残ってしまってたんで、打とうとしてもこっちに体重が残ってる分、ここがグラグラしてしまって、なかなか連打が見れなかったですけど、それをちょっと意識変えてみて、しっかりさっきの溝落ちから股関節でかかと対してまっすぐ軸を置いて、ここの軸をパンチするときにぶらさないようにしっかりと風に打っていくと、結構シャープに連打が打てるようになります。結構これ体重を乗せてるつもりやけど軸ができてないっていう人がかなり多い、打てない中では多いので、しっかりとこのイメージをしてもらうことが大事で、ここの軸、溝落ちからここの軸を常に一本この杭が刺さってると思って、打ってる時でもしっかりぶれないように、ここだけはぶれないように、ジャブフックって打つ時でもここの軸をぶれないように意識してもらうということが大事です。その意識が抜けて、結構後ろの方に体重がそのまま向かって、だからこっちの軸で大きい円回転をで打ってしまっている人が多いので、もうこっちの軸でシャープに打つっていうのを意識してもらう。これだけで結構このインファイト、前の手の連打っていうのがやりやすくなるので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。